パラメディックという車なんですけど、日産が発売している救急車の商品企画とマーケティングを両方担当しています。救急車の周りのトレンドを取り込んでですね、室内が広くて機動性が高くて事故をなるべく起こさないために目立つ車を作りたいという思いのもと、商品の内容をいろいろ考えてみたというのが最初の商品企画の仕事でした。最終的なお客様は消防本部さんなんですけども、基本的には市町村単位、結構一台一台地域に合わせて仕様が異なるので、各市町村が入札仕様書を作成されてます。それにできる限り適合するようにやりたいというふうに思っています。あとは装備が違うということで、除細動器や吸引器などの医療機器が救急車に乗せてあるんですけども、隊員さんが慣れてらっしゃるのが一番ですので、それがきちんと救急車に乗せられるようにやっていくというのが大事なところになっています。日産で好きな車はやっぱりリーフかなというふうに思います。なんといっても世界初の量産型の電気自動車ということなんですけども、私はその当時はエンジニアの仕事をやってたんですけども、最初から全くこう、重大な事故もなく性能もしっかり出るような車を最初から作り出したっていうのはすごいことだというふうに思います。車という意味では単なる移動手段というところではなくて、移動を楽しくする手段でもあるかなというふうに思います。実際車を免許証で初めて運転して外に走った時に、なんて面白いなっていうふうに思いましたね。車の仕事はしたいなとはずっと思っていて、今やっとなることができました。エンジニアの仕事っていうのは楽しかったですけども、もっと何もないところから、本当に種まきのところから始めたいなという思いがあって、もう少し視野を広げたいというところから今の企画の仕事に移ることにいたしました。エンジニア時代のバックグラウンドで技術的な会話がなんとかついていけるといったところが強みかなというふうに思っています。やっぱりたくさんの方と関わる仕事なので、みんなから信頼されるようにならなきゃいけないというふうな立場です。ですのでできるだけ気楽に話しかけてもらえるように、笑顔を絶やさないようにしています。パラメディックにはたくさんの人が関わっています。その人たちが同じ方向を目指せるように、私自身が全員をリードしながら旗を振っていけるっていったところを大切にしています。日本の救命救急を行う上で求められていくものはよりよく変わっていっています。より救命率を上げる、より早く患者さんを届けられる、そういった要望が強くいただいています。日産自動車としてそれにお応えしていくのは使命だというふうに考えています。それに伴って救急車もどんどんよりよくお客様の要望に沿うように、お客様に提案ができるような商品を開発していきたいというふうに思っています。